皆さんこんにちは。東京都議会議員の滝口学です。現在42歳です。私は大学を卒業後、民間で10年間仕事をいたしました。8年前にこの政治の世界に初めて飛び込みました。きっかけは子供が生まれたことであります。これから子供たちがこの日本の社会で、そして荒川区で育っていく、成長していく、そのことを考えたときに、大人としての責任の重さを感じ、今の日本の政治にただ不満を持っているだけでは解決をしない、その強い思いから覚悟を決め挑戦をいたしました。最初の選挙で落選をいたしました。アルバイトをしながら政治活動を続けさせていただき、区議会議員として1期、そして4年前から東京都議会議員として仕事をさせていただいております。この4年間、命を守る東京都政を実現をしていく、その観点から議論を積み重ねてまいりました。今は目下の最大の課題である震災対策について議論をさせていただいております。そして同時に東京都政をもっと身近に感じていただけるように、この4年間都政報告会を11回開催をしたり、街頭でチラシをお配りをしたり、都政報告のご報告をさせていただいたり、継続的に皆様に身近に感じていただける東京都政の実現に向けて取り組みを進めてまいりました。引き続き家族を守る力になるために、とことん現場主義で取り組んでまいります。